こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の賀来先生です。今日はですね、睡眠の質を高めて耳鳴りを治していくための呼吸筋ストレッチ3選をご紹介していこうかなと思います。病院に行ってもなかなか耳鳴りが治らなかったりとか、耳鳴りが何度も再発してしまう、そんな人はですね、ぜひ睡眠の質を高めるってところに注目してヘルフケアやっていただければなと思います。それでは行きましょう。さあ、それではですね、今日は睡眠の質を高めて耳鳴りを改善していくっていうテーマなんですが、なぜこの動画を撮ろうと思ったかっていうと、先日極楽とんぼの山本さんがですね、耳鳴りがすごく悩んで辛いんですっていう、病院に行ったら睡眠の質が悪いからですよっていうふうな回答をお医者さんからされたらしいんですよね。でそれについて相方の加藤さんとかも、っていうふうにびっくりされてた、こんなニュースを見かけました。おそらく皆さんね、一般の方たちっていうのは睡眠の質が悪くて耳鳴りにつながるっていうのはね、あんまり想像つかないと思うんですよね。なので今日はそのなぜ睡眠の質が悪くなると耳鳴りが悪化してくるのか、そこをまず解説して、それに対する改善法までいきたいなと思います。それではですね、睡眠の質が下がることによって耳鳴りが出てしまう原因、この因果関係についてなんですが、睡眠の質が下がるとまずどうなるのかっていうと、脳がちゃんと休まっていない状態になってしまう。本来睡眠の時っていうのは脳をこう休めておくっていう作用があるわけですが、その休まる量が少ないし時間も少ないわけですね。そうなってくると脳が興奮状態の方が長くなってしまうっていうことなんです。つまり睡眠の質が低い状態がずっと続いてしまうと、結果的に脳が興奮している状態になってしまうと、あんまり休まってないよって状態になってしまうんです。そうなるとどうなるのかっていうと、興奮している状態っていうのはある種神経が過敏な状態、高ぶってる状態なんですね。でこういう過敏な状態とかだと、本来聞こえないはずの脳内のノイズとか、そういったものが聞こえるようになってしまうんですね。でそれが耳鳴りとして聞こえてしまうということなんです。つまり正常な睡眠をとることによって脳の興奮が抑えられて、脳も過敏じゃなくなる、普通になって、ノイズを拾わなくなってくるっていうような仕組みになってきます。で今回その極楽とんぼの山本さんに関しては、睡眠時無呼吸症候群によって睡眠の質が下がってきてしまったっていうパターンだったみたいなんですが、それ以外の方もね、多くいると思います。でその一番の原因っていうのは呼吸なんですね。やはり人間呼吸が浅いと寝てる場合じゃないんですよ。当たり前ですよね。寝てる時って人間一番無防備な状態です。その時に呼吸がどんどん浅くなってくると、寝てる場合じゃなくて起きなきゃってな、そうすると睡眠の質がどんどん低くなってしまって、うまく寝れないって状態になるんですね。つまり呼吸が深くできる体を作っておくっていうことが大事なんです。睡眠時無呼吸症候群も同じだと思います。呼吸がうまくできなくて睡眠質が悪くなってくるっていうことですよね。でそれ以外の人もやっぱり呼吸がうまくできない体になってしまっているとあまり良くないので、今日は呼吸ができるようになるための3つの筋肉のストレッチをやっていきたいなと思います。じゃ呼吸で使う筋肉は主に3つ、たくさんあるんですけど、大きくピックアップすると3つです。1つは横隔膜、はい、これ焼肉でいうとハラミですね。そしてもう1つは前鋸筋、ちょっとマニアックなんですが、肩甲骨の裏側からこの肋骨のところについている筋肉です。そして最後3つ目が肩甲骨の後ろの筋肉です。肩甲骨の内側の筋肉ですね。これらの3つの筋肉がちゃんと柔らかい状態を維持することで、呼吸っていうのはうわーっと広がってきて、スーッと絞っていきます。なのでこの3つのストレッチをお伝えできればなと思います。ではまず最初は前鋸筋のストレッチですね。前鋸筋っていうのはさっきも言った通り、肩甲骨のこの裏側からここに向かって出てくる筋肉、つまり肋骨と肩甲骨をつないでる筋肉なんですね。ここがギュッと硬くなってしまうと、肋骨が広がりにくくなるんです。なのでこれを緩めていく方法なんですが、これね、ちょっと壁を使ってやりたいなと思います。はい、それではまず壁にですね、こんな形で手をやっていただいて、肘をこの90度よりもちょっと高い位置に持ってきます。そのまんまぐーっと頭を前に倒しながら背中を伸ばしてくる感じ、ぐーっと。これだけで結構ですね、前鋸筋が伸びてきますので、これです。で結構ね、前鋸筋って硬さに左右差がある人が結構いて、僕なんか左が硬くて全然いかないんですけど、これをしっかりやっていただくと、ぎゅーっと前鋸筋が伸びてきて呼吸がね、うまくできるようになってきます。で何度も言ってますが、ストレッチは5秒から先がやっと効果が出てくるので、だいたい10秒から15秒ぐらいは呼吸を深くゆっくり呼吸しながら伸ばしていただくと、こういう風にやって、こうですね、ぐーっとこういう感じ、これで10秒から15秒キープっていうのをやっていただければなと思います。
そして2つ目の横隔膜のストレッチです。横隔膜っていうのはこのね、肋骨の終わりのところにぐーっと、まあ、実はね、人体で一番大きな筋肉って言われてます。ここを伸ばしていくのは方法としては非常に簡単です。うわーと伸びをすることですね。伸びをしていただくことによってこの横隔膜が非常に伸びてきます。なので伸びをたくさんしていただくことで横隔膜を伸ばして呼吸を深くしていく。この横隔膜っていうのはぎゅーっと下に下がることによって肺に空気を入れて、で横隔膜が上に上がることによって肺から空気を出すっていう作用がありますので、ぐーっと下まで来るようにしっかりとストレッチをやっていただく。特にね、こう伸びるときにこの辺を意識して伸ばしていただくとうわーっといいかなと思いますので、ぜひこれをねやってみていただければなと思います。そして最後3つ目、肩甲骨のストレッチです。これは非常に簡単です。例えば右を回したいときは左の手でこの肩に軽く触れます。これはね、回すときの視点作りです。触れたら、こうやるだけ。皆さんでも意外と、もう生活の中で、ここまで腕を動かすことってありますか？で、これ反対もね。あんまりないですよね。ここまで動かして、やっとね、肩甲骨って動き始めるので、これをね、しっかり10回ずつやっていただくと。どっちかね、回しにくい方もね、必ずあると思います。で、回しにくい方を重点的にやってもらっても大丈夫です。こういう感じ。こうやってしっかりとやっていく。はい。これで肩甲骨の特に内側の筋肉とかが緩んできます。で、肩甲骨もね、自由に動かないと呼吸というのはうまく入ってこないので、これをやっていただくことによって、しっかりと呼吸を入れていただければなと思います。今日はですね、睡眠の質を高めることによって耳鳴りを改善していこう。なかなか治らない耳鳴り改善していきましょうねっていう動画になっております。少しでも役に立ったよって方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。